こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日も、聞くだけで上手くなるという講座ですね。今日はブルースのバックリフというやつをやっていきます。明日ですね、前にリクエストがあった、メンバー全員が思ってることっていうビデオを明日の、夜の、7時に、公開しますんで、その前に、これを見ておくと、ああこういう仕掛けを僕はしたんだっていうのがわかるかなと思って解説しておきます。ブルースっていうのは、12小節のコーラスのこう繰り返しなので、こうテーマをやった後にアドリブをずっとこうやってやっていくとですね、結構こう単調になりがちなんですね。でその間にバックリフというのを入れると、要はこう、例えばギターの、今回ギターのトリオでやってるんですけど、ギタリスト、ベーシスト、ドラムだと、ドラムとベースがギターのソロの間にこういうバックリフと言われる2人で決めることを入れておくと、そうすると音楽の展開がしやすくなって、そうするとこれが抜けた後にまたこうスピード感が出るというか、だからその、同じテンポでやってるんだけど、このバックリフで決めることによってちょっとリズムが停滞して、で終わった後にまたソンって抜けていくっていう感じでですね、そうするとこう長いソロが非常にこう3色に分けられて、こうお客さん、見てるお客さんも飽きないということですね。こういうバックリフっていっぱいあるんですけど、その中で結構有名で、知ってなきゃいけないリフみたいなものを2つばかり紹介しようと思います。これですね、トゥーベースヒットの、マイルス・デビスっていう人のトゥーベースヒットで、もう本当に、キャノンボールとかがものすごい長いソロを取るんですよ。でその長いソロの間にずっとこう飽きてしまうんで、演奏してる間にこれは、他のピアノと、ドラムが、やるんですけど、タッツタッ、タッツタッ、ツタッツタッ、チャ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 っていう決めが、要はこれが呼び込みになるわけですね。誰かがこれをやり始めたら、このタッタッタッタが来るなと思わせておく。こういうのが、いわゆる定番のコール&レスポンスですね。これ知ってると、ダーンダーン、タッチャッチャッチャッって他の人がやった後に、チャッ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 、スクタスクトトクトトクトドンみたいな、要は拾うっていうやつですね。よく僕が拾うって言ったら何かって、このフレーズが来るのが分かってるかな、このフレーズの後にフレーズをつなげてあげることをこう拾うっていうか、であとこのフレーズがこう来るって分かってるから、チャッ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 をこう合わせて拾ってあげる、フレーズをこう合わせてあげてちゃんと解決させるっていうことをこう、拾うと言います。だからこっちが仕掛けて無視されたら、無視されるというその選択肢になるわけですね。わざと、これここまでやってて誰もみんな顔を見合わせてこれやらないっていうのも、これはみんなが知ってたらこれは笑い話になるわけですよ。知らない人はこの仕掛けが来たとしてもこれが知らないもんだから、だから何もないまま過ぎていってしまって、結局最初で言うところのこれが、このバックリフのこのコラスっていうのがあまり変わらない、いわゆるこの、要は単調なままになってしまうってことですね。で、マイスのやつではこれは2コーラスやってます。で、2コーラスやったら今度はタッツ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 タッタッっていうコールがあって、同じタッ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 っていうのをこれまた2回2コーラスやって、そしたら最後ダッタダッタッっていうふうにやって、こう12小節が終わりになるわけですね。なので、合計ここ4コーラス入ります。バックスリフが4コーラス入って通り抜けるということですね。そうすると、実際10コーラスとかアドリブやってるんですけど、そうすると、その間の4コーラスがすごい違って聞こえるから、サックスが同じ口調でずっと吹いてるにもかかわらず、こう音楽の展開がされるってことなんですね。もう一個ご紹介しておきます。もう一個はですね、これカールズブルースって、ベニーグリーントリオがやってるやつなんですけど、これ、ピアノがずっと淡々とソロしてる、長いソロしてる間に、ベースとドラムが見合わせてやり始めるアドリブになります。これ上の4小節と下の4小節ですね。これ上の4小節を3回繰り返します。ブルースだからね。タットーン、パンパンパン、234、トゥン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 、パットーン、タンタンタン、234、1234、タットーン、タンタンタン、234、1234、これでワンコーラス。で、タットーン、タン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 、タットーン、タン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 、タットーン、タン。タン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 タタタタンみたいなドラムがフィルイン入れて終わらせるんですが、これも都合、2コーラスに、これは都合2コーラスになります。2コーラスがここにはまるわけですね、このバックリフのところで。
そうすることによって、ここの、音楽の感じが変わるということですね。これだから結局ベースだけが知ってても合わせれないし、ドラムだけが知ってても合わせれないわけですよ。ただそれを知ってるかっていうのを演奏中にやってて、あれ何だったって言ったら、ああそうそうそう、これ僕、知ってるんだけど今度こう一緒に合わせないみたいな感じで、共通ボキャブラリーを知ってることによって起こるそのアンサンブルなんですね。なのでこれこれこうやって簡易で書きましたけど、この4小節を3回でワンコーラス、この4小節を3回でワンコーラスというふうな形になってます。これはあの詳細欄に両方貼っときましたので、聞いてもらうとこれがいきなり登場するんで、その場所を探してみてください。トゥーベースヒットのこの感じも、すごいこうアドリブが長いところの間に入ると、あ、なるほど、すごくこう展開がお客さんが飽きないな、アドリブやってる人からすると同じモチーフでずっとこう展開しながらやってるんだけど、どうしてもサックスだけでこう音列だけで展開してしまうとあんまりこう上下ができないんで、こういうことをしますということですね。ただこういうことを散々やった後に、こういわゆるこのフレーズを拾うっていう話ですよね。これはまあご質問もあったんですけど、全く拾わずにやるバンドっていうのもあるんですよ。でクールジャズとかになってくるとこういうの拾わなくなってくるんですね。なんでかっていうと、こうまあ要はこういうのをやると、どうしても音楽がどうしてもスポーツになりがちなんですね。だからこう投げた、取った、やった、打ったみたいな感じになりがちでしょう。ガシャガシャする。だからこういわゆるそのなんかこうもっと抽象的にこう3人が全然違うメロディーを歌ってるんだけれど、だけどなんかこう何かこうこういうこう決め合い、これが来たらこれみたいなことをやらないんだけど、なんかこうお互いの歌がこうなんていうの、この音楽ドラムもそうですけど、ドラムの音っていうのをこう要はミュートをかけて足し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 てしてるんじゃなくて、要は残響音があって、その残響音がお互いのフレーズが混ざり合ってこううねりを出すっていうのがこうジャズの面白さなんですよ。だからこうまあポップス系の人とかはやっぱミュートした方がやっぱりいいっていう風な形で、思ってる人も多いと思うんですが、ジャズの人はミュートしないです。その太鼓の残響音を混ぜたいタイプなので、僕は結構ファンクとかポップスとかやる時も残響音を混ぜるのが好きなんですね。チックコリアの、ドラマのゲイリーノバックっていう人はすごい残響音を混ぜるのがすごくうまかったんで、僕はあの人を見てから、あ、ポップスも結構残響音も全然使っても大丈夫なんだと。アラニス・モリセットっていうバンドでドラムを叩いてるんですけど、かなり残響音をこううまく混ぜる形でポップスを使ってますね。だからそういうこうスタイルなんで、こう音がこう止まって完全に打点みたいな感じになってしまってる音楽っていうのもあるし、ジャズなんかの場合はこう残響音をすごくきれいに混ぜるという、そういうふうに考えてる、スタイルになるわけですが、まあこういうその決めっていうのは結構こうまあガシャガシャなりがちなので、こういう決めは知ってるけどしないっていう選択肢になっていくっていうのがだんだんありますね。で、そういったフレーズをまたの展開の非常に面白いターニングポイントになる CD がありまして、それの解説をまたちょっとしたいと思いますが、またそれは後日やりたいと思います。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。